みなさんこんにちは令和一発目の寺島潤太ですはいみなさんこんにちは三沢さちですよろしくお願いします はい、えー、寺島淳太と三沢幸子の小説家になろうナビこの番組は寺島淳太と三沢幸子の2人が小説投稿サイト「小説家になろう」に実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たちならではの色で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきますよ。今年秋に開開催予定の公開収録イベントままで突っ走りますはい、ということで早速ねメールが来ているので読みたいと思うんですけれども、はいえー、ラジオネーム六波さんからいた。 いただきました。うん、三沢さん、寺島さん、こんばんはです。んこんばんは。です。うん、まだまだお互い探り合いな感じが新鮮ですね。はい、作品ピックアップコーナーいずれは？ 紹介した作品がアニメ化で、このラジオをきっかけでお二人がキャッスト入りすることを心待ちにしています。これからも毎週楽しみにラジオを聞きますというメールが来ています。まだ探っていたのがバレているな。いや、まだまだ。ね<え>。わかりませんよ。今もまあ誤解ですけれども、まだ探り探りですけれども。<laughs> <laughs> ねえ、ゴールデンウィーク世間は十連休ということで。うん、で、いよいよ明日で終わるというタイミングのね、ラジオでございます。あ、もう今ね、みんな行きたくて。 なくてしょうがないんじゃないかなね十連休もしたらもう復帰できない気がするね突然えってなっちゃう学生の頃とか特に長期休暇の後は、うん、なかなか学校に行くギアが入らなかったんですよね入らなかったですねもう宿題を必死にやってたかも<あ>最後の方はあ、最後の方でやるタイプ最後の方でしたねやりたくなさすぎては<ー>先に先に伸ばしはい,、はい、いやいよいよもうすぐだ でも一発目連休終わって一発目怒られたくないと思ってどうにかやんなきゃって思ってるタイプの人間でした私は。僕は逆に、うん、もう本当にやらないでそのまま新学期を迎えて、うんえー、あの先生が違う案を出してくるんですよね。違うう要はやらなすぎていくと、うん、そのもう たまりにたまってるやつをあと一日二日で片付けてこいってやっぱ無理なんですよね無理ですよなんでその代替案というかじゃもうこれはやんなくていいから代わりにこれをやってこいとか優しいでもそれも頑張ってこうちゃんと交渉というかあの耐えるわけですよやらずになんで耐えるってどういうことなんですかやれよそうそうどんどんこうちゃんとこっちのねあのハードルを下げてきてくれるんですよあー優しいですで最終的にじゃもう中庭の草むしりでいいよえ嘘なるねそんな そうなったらありがとうございます、えー、<laughs> どうなんですか、はい、待ってるんでねそうなんだまあ今聞いていただいた通り結構ね、うん、今陰キャな学生生活をね送ってた我々なんですけれどもね、うん、陰キャそんなことできます先生に歯向かえますいや僕は歯向かうタイプの陰キャです、ね、ええー、だって怖いじゃないですか先生ってだって成績をつける権利を持ってるわけですよ やっぱ成績はでも大事ですもんね。成績大事ですよらられてますかねより次のステップが楽に受験が楽になるとかそのためにああそ日々の積み重ねが受験を楽にする時もあるわけですよ。私は栄養入試とかで入っていたので大学も。あ素晴らしい。もうねニコニコ先生にはしてましたよ一応。そっっか中学のの時はまだ頑張てたんですよねあ高校になったとこでね僕の何かがはじけて。ええ そうなんですもうなんか頑張らない学生になっちゃったんですよね。えそうだったんですか。高校受験に全てをかけすぎたというかあの時期ってみんな頑張るじゃないですか塾行ったりして僕もその塾に行ってたんでその塾の先生がその高校入試で絶対に出る過去問みたいのをプリントしてくれてんなんかそれさえやってれば受かるみたいなプリントをくれるんですね塾って。素敵、うん、なんでそれをやりすぎた結果本当にその,そのプリントがないと生きられない人間になんって。<laughs> 頼りすぎちゃったなんかすごい極端ですね寺島さんっていう人はだんだん分かってきた極端な人かったです極端でできればサボりたいっていう人なんだなって思ってきた根気がない人それで大丈夫ですか寺島さんのファンは三沢さんにはそういうインプットされますけど大丈夫ですかね大丈夫だと思いますはいそれでいいんだいいいいですよ受け入れてくださは 改めまして皆さんこんにちは寺嶋淳太ですはい三沢幸子ですはいえー、先ほどは少しね、えー、対照的な学生時代の二人の話をね <laughs> えさせていただいたんですけれども、はい、ちなみにそれぞれ声優になりたいと思ったのはいつ頃というテーマでございますけれどもおそうか私はですね中学校の頃にあのー、学校に行きたくなくなった時期がありまして突然ね <laughs> いい闇を <laughs> ありがとうございますそうあんまり 行きたくないなって時期があって、うん、でもあのー、ね深夜まで起きちゃうみたいな時期があって深夜アニメ見てすすごい楽しかったんですよねそれでなんか面白いなと思って声優さんはまだその時は分かんなかったんです、うん、アニメとしか思ってなかったんですけど調べていったら声優さんが CD 出したり、うん、イベント出たりキャラクターソングを歌ったりって何か何でもできる仕事だなと思って、うん、その時こう自分に何が向いてるか全く分かんないけど何でもできる仕事に就いたら。 なんか私のいいところが見つかるんじゃないかみたいな他人任せなところがありまして<ー>で高校に行った時に、あのー、オーディションがおネットで見つけて「<laughs> あこれ私のためにある」って。 って思ったオーディションがありましてそれに応募したらグランプリをいただいて、うん、しあの声優デビューっていう輝,い、ね、輝かしい感じの人間だったんですけど輝かしいよねもでも始まりはね学校行きたくないなって言って深夜まで起きてて深夜アニメ見たからなんですよねでもそこ含めてやっぱちょっと漫画の主人公感ありますよね <laughs> 話しぶりだけだと思いますけど、ね、<laughs> あの私はねアリアっていうはいはいはい、あのー、アニメが見てましたよアリア見てましたネオベネツアねそうあれを見てなんか深夜アニメってなんか女の子がいっぱい 出てきてき、うん、モえモえした感じのものしかないって勝手に思ってたんですけど、うん、あんなに綺麗で話がこうほっこりしたものってあるんだって思って、うん、そっからアニメっていいじゃんって思うようになってそれで「は春日を見たりとか「オーラン高校ホスト部」とかなんかあ,<ー>あそういう。 イ,イケメンが出るやつもあるんだみたいな感じでだんだん乙女ゲーにはまっていき乙女ゲーと会話をする人間になりおいいですねそうでしたねそのヒロインに声がついてないゲームとかを買い私が全部ヒロインに声を当てて <laughs> <ー>声優になったらこれできんじゃな、ね、い本当になったら、うん、仕事でそういうのやるようになりましたよねねえやっぱ不思議な感じやっぱ声優になる方っていうのはやっぱ素質がありますね <laughs> そうなんですか <laughs> もうやっぱりそういう自分が見てる時代から思わず声を当てちゃったりとかね、うん、会話したいじゃないですか 大好きな「金色のコロダ」の、ねうん、月森くんと会話したかったかな <laughs> 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 ちょっと会話しちゃいましたけど寺島さんはどんな感じで声優になりたいまで覚だったんですか今本当自分の プロフィール聞いてるのかっていうぐらいあの時期がねあの三澤さん中学じゃないですかはい、はい、そうなったの僕はちょっとずれて高校なんですよそれが<ー>で僕も高校の時にまあ中学の時からあんまりその学校にねあの健全に通う学生じゃなかったんですけど、うん <laughs> えー、150日ぐらい遅刻してたんですよ<ば> <laughs> 中学はさっき大丈夫そうな話しぶりだったじゃないですか中学は塾にさえ通ってればテストで点取れちゃうから<ー>授業行かなくなっちゃうんですよねあそう で学校から徒歩3分ぐらいのところに住んでる友達がいたんで、うん、そこ行ってみんなで毎日桃鉄 <laughs> 昼過ぎからやるっていういやその友達がそ,その友達も結構な自由な友達がいたんですねそうそうでまあ高校にそのまま行って、うん、で高校で同じくそのもう学校に行きたくないなってなっちゃったんですよ<ー>なぜかっていうとその夏休みが長すぎて、うん、あの中学の時の夏休みってそんな長くなかったんですようん、うん、あと部活やってたんであー でも高校入って僕軽音部入ったんですけど軽音部なんてもう夏休みの練習なんて合ってないようなものですよ。なさそう。家で練習でギターしてればいいから<ー>学校行かなくていいからうそうなったら1ヶ月ちょい学校行かななわけなんですよねそうですねそうするともう学校行けない体になってるんですよ。<laughs> まあね8時に登校とか無理ですあれみたいな学校の行き方がわからぬってなって <laughs> でそっからやっぱりあのパソコンをね自分でパソコンの手に入れちゃって。あー そこから、そこからいろいろゲームとかアニメにハマってって、そしたら結局やっぱりそのゲームアニメにハマると声優さんにたどり着くじゃないですか。たどり着きますね。そしたら同じくですよ。あの声優さんなでもやるから、うん、もうラジオもやるし、歌も歌うし、うんうん、アニメにぶれるつっ,ってこれ何でもできるじゃんってなって、うん、僕も声優に興味を持ってってなりましたね。うん、僕の場合はそれであの高校2年の時に、うん、あの本当に修学旅行に行った日を最後にも高校ドロップアウトして、えーそうだったんですかそ。そのまま1年間ぐらいあのずっとあのゲーム作ったり。 車の免許取ったりとか<ー>引,き引きこもり生活をして、うん、みんなと同じあのみんなが大学行く同じ年にあの声,も声優の専門学校行ったっていうところ、ねへ<ー>うん 結構ななんか自由な私はまあなんかこう親が厳しかったもので絶対に行けと言われながら家にいたつらみはあったんですけれども、うん、なんか声優になってこうやって立派にラジオをやらせてもらえるのが不思議な人間たちの集まりだったなって今ね自分で思ってしまいましたちょっとなんかねやっぱみんなやっぱちょっと変わってるかな、ね、やっぱ声優さんね目指す人はね勇気もらえるかもしれないですよ皆さん,そうこ,こ,んなこういうパターンでもこういうパターンでもうこうやってするんやなって深夜アニメ見すぎて留年になったから大丈夫ですよね。<laughs> 気にしないでくださいラジオできますやばいこれをね明るく喋っちゃう二人なんですけども意外と文字にしたらきついことを二人はね結構明るく喋ってますよこれはいやいいですねだから集められたんですかなんでこの二人でラジオやってんだろうなったいや本当だって初対面なのになんでこの二人よって思ったらそうかや闇闇から闇闇属性同士だたんだそんなキャスティングなんですか同じ属性だったのねねびっくりよどんどんどん闇をこれからナビでね出ていくかもしれないですね秋までにねデトックスしたいですねはい <laughs> 書き出したいですねそれでは今月の「なろう」作品に行ってみましょう、はい、今月からピックアップする小説はこちらおっとイエルの独り言小説家になろうの中でも人気の「異世界恋愛部門」で人気上位の作品ですキャラクターも異世界の住人でストーリーの舞台も異世界です作者はタイガー・アイさんでございますあらすじを紹介していきます 大家の血筋を引きながらどこかもっさりとしてさえないイエル22歳父親や義理の母親に疎まれ家から追放されそうになっていたイエルに亡き母方の祖父が用意したのは大国の王女マリアージェとの結婚だったるほどんですけれどもなるほど、はい、親同士が決めたんですね ななかなか、ね、現代ではねなじ、うん、みがないかもしれませんけれども、ね、でもこうイエル君は大光景の辻を引きながら、うん、だからきっとねそう身分が高めなのに、うん、どこかもっさりとしてさえないというでもやっぱりこうね「なろうん」小説にはやっぱりこう最初からイケメンで完璧超人な、ねうん、主人公っていうのはなかなかいないですからね。ね<え><や>そこからどうなっていくのかってことですよねいいですね。 でこれから、ねまあうん、結婚相手になるマリアージュのキャラっていうのもね気になりますけどね、はい、これからの朗読でね明らかになっていくので、はいえー、お楽しみにということで、えー、今からお送りする朗読部分はですね、えー、原作を MBS ラジオで脚色しております小説家になろうの、ね、サイトで読めるものとは若干こう音声に起こすにあたってちょっと変えているんですけれども、はいえー、もし原文が見たいって方はね、えー、小説家になろうのサイトに行って、えー、そのまま原作をね読んでいただければと思います。はい、それではどんな な物語になっているのでしょうちょっと覗いてみましょうおじいさま張り切りすぎだろう容量が悪く馬術も剣術もからきしダメな自分との結婚をさせるなんてまあこのままだと一生結婚できないような気がしていたので結婚相手を見つけてくれたことには。 感謝すべきなのかもしれない22歳のイエルは広告ではまずまず名の知られたプランツ家の長男であり縁談話はそれなりに舞い込んでいたのだが父親がイエルの縁談を片っ端から断り続けていた実は父は次男のセガーシュを跡取りに従っているのであるここまで父がイエルを疎むのは お金目当てで迎え入れた最初の妻の子供がイエルで本当に好きになった2番目の妻の子供がセガーシュであるからだそのため今回結婚相手を見繕ってくれたおじいさまは亡き母の父にあたる父は母が死んで2ヶ月とたたぬ間に愛人の女性を館に迎え入れたそういう事情もあっておじいさまはイエルを不憫がって大層溺愛しているおじいさまをはじめ 母方の親族が目を光らせてくれたおかげで、家族から孤立させられていたイエルも何とか立場を保てていたのだが、セガーシュが20歳を超えたあたりから、正式にイエルを家から追放しようという父の動きが露骨になり始めた。ここ最近は夫婦二人であちこちの社交場に顔を出し、いかにイエルがダメな長男であるか。 それに比べてセガーシュがどれほど優秀な人間であるかを周囲に触れ回っているだってどんくさいのは事実だし父親たちの動きに対抗すべきなのは分かっていたがどう反撃したらいいのかどんくさいだけでなくお世辞がスラスラと口から出るようなタイプでもないはぁ、あ、そして顔 これが一番問題なんだよな目は細く鼻はへちゃっと広がってまるで起き抜けのヒキガエルだいや起き抜けのヒキガエルと絶好調のヒキガエルの顔の違いはわからないのだがそういうイエルなので女性とは全くお付き合いをしたことがなかったそんなイエルにいきなり降って湧いた結婚話お相手は大国の王女様で しかも年齢は、わずか、8歳だという。当然ながら、幼い妻が嫁いでくる当日、イエルは緊張していた。そんなイエルの傍らには、父と義理の母、そして妹の弟のセガーシュが立っている。父たちはまだセガーシュをプランツ家の後取りとすることを諦めていないようだ。不意に地面を揺らす地響きが近づいてきた。 後方まではよく見えないが、どうやら延々と続く嫁入り道具の二馬車の列があるようだ。セガーシュはつぶやいた。すごいな。イエルがその眼差しに不穏なものを感じた時、六頭立ての馬車がゆっくりと停車した。足置きが用意され、扉が開かれると、護衛の騎士の手を取るようにして、一人の少女が馬車から降りてくる。その姿を見た瞬間、 イエルのの中で全ての思考が停止した。降りてきた少女があまりに可愛すぎたからだ何だろうこの可愛らしい生き物はぼーっと自分を見つめてくるイエルを見てこわばった笑みを口元に浮かべていた王女は驚いたように目をしばたいた政略結婚で迎え入れられる妻が大切にされるかどうかなんてある意味賭けみたいなものだ 父親からの愛情を一切知らずに育ったマリアージェは不器用でも誠実で一途な愛情を求めていた。顔は何かに似てるけど、とマリアージェは心につぶやき、男は顔じゃないわと思ってにっこりとイエルに微笑みかけた。その途端、イエルは顔を真っ赤にし、そのうぶな反応にマリアージェはハートを射抜かれた。マリアージェ、 8歳一目惚れの瞬間だったさあここで小説家になろう河原版のコーナーです小説投稿サイト小説家になろうを使う際のワンポイント講座お知らせなどを毎週お伝えするコーナーですはい今日はどんなインフォメーションなんでしょうかはい今回はしおり機能についてご紹介です 続きが気になる作品に出会った時続きがまだ100話以上もあるなんてことも小説家になろうでは結構よくあることです続きがまだまだ読めるのは嬉しいけれどさすがに一気に読み切ることは難しいそれに連載もまだ続いているし これではどこまで読んだかわからなくなるという時に使っていただきたいのがしおり機能ですはい連載形式の作品でまたブックマークしたもの限定とはなりますがどこまで読んだかの印としてしおりを挟むことができますしおりを挟みたいページで上部のメニューもしくは本文の下にあるしおりを挟むというリンクをクリックするだけで OK です 挟む場所を変更したい時も同じように挟みたいページでリンクをクリックすれば切り替えることができますしおりを挟んでおけばブックマーク一覧などで赤いリボンのマークをクリックするとすぐにそのページに飛ぶことができますちなみに「小説家になろう」には1,300万文字を超え、うん、3,000話以上ついている作品もあります。うんえーす 超大作です、はいえー。これね、超大作をブックマークした際は、ぜひしおり機能も使ってみてくださいね。うん、いや、やっぱしおりが大事ですからね、本読む上でね。えー、ウェブだと、どうやるのかなって思ってたんですけど。そうですね、しおりがあると、とっても便利ですね。ねしおりなくさな、なくさなくて済むから。<laughs> そうね。リンククリックすればいいから。いいですね。便利ですね。ね普通に、あの、ね、もともとこう、紙で、うん。 読んでる時はしおり挟んどいたはずなのに、うん、カバンの中とかに入れといたら、うん、落ちちゃってて。ててあれ、どこあれ読んだっけみたいな。ここらへんかなってなるけど、これは絶対大丈夫だし、あの最新話でぶ、なんていうんですか、しおりにしておけば。あと、うん、で、あ、結構更新されてるって時に、またそこから読むこともできるし、自分が読んだことが分かっていいですよね。うん、かなり便利ですね。はい、皆さんぜひですね、使ってみてください。ね、以上なろう瓦版でした。 寺島純太と三沢幸香の小説家になろうナビいかがでしたか今週からですねオットイエルの独り言がスタートしましたが、はい、まあ皆さんねツッコみたい気持ちわかりますよ。<laughs> マリアージ8歳ねえびっくりしました私も語りでね冷静に読んでるつもりですけど8歳って心の中になりましたからね。<laughs> 8歳そうこジャンル的にはねあの恋愛のねジャンルに入りますけども22歳ですか逃げるね。ねそうですよね。8歳だから14歳差の恋愛ってなるんですかね。14歳かまあかなりね年の差ありますけれど、はい、まあこれがねちょっと後ろにずれて例えば二十歳と34歳とかならね、うん あとマリアージェの方が一目惚れしてるっていうのが面白いというか、ね、今出会いだけですからこれからなんかどうなっていくのかっていうのが、ね、気になりますけれども、ねはい、今後のこ、ね、のラジオを聞いていただければ。 そしてもう気になっちゃってしょうがない人はもうねあの小説家ナので読めばそうです、ね、わかりますからね読んでいただきたいはい、はい、リスナーの皆さんからの小説の感想もぜひ送ってほしいです私たちへの質問おすすめの小説も教えてくださいメールアドレスはナルウアットマーク mbs 一一七九ドットコム n a r o u アットマーク mbs 一一七九ドットコムですはいこの番組はユーチューブチャンネルでも楽しむことができますまたツイッターも開設していますのでフォローり ツイートよろしくお願いします、えー、ちなみにツイッターでこの番組の感想をつぶやく際はですね、えー、ハッシュタグナロウ MBS でつぶやいてくださいお願いします、はいえー、その他詳しくはですね MBS ラジオの番組ホームページをチェックしてください、えー、我々パーソナリティ二人もですねそれぞれ、えー、ツイッターやっておりますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします小説家になろうナビまた来週お会いしましょう寺島純太と三沢幸子でしたバイバイ,バイバ